元に戻っちゃった。大丈夫、モーフルの力は10秒経てば戻るよ。この子はヌリー、新しい魔法のペットなんだ。他の魔法のペットの力を10秒だけ消せるんだよ。だから他の子と一緒にペットショップには置いておけないんだ。二人でヌリーを見ててくれる？任せてパパ、みんなで一緒にかくれんぼして遊ぶよ。よかった、頼んだよ。今の聞いたか？あのヌリーってやつを使えばついにモーフルをやっつけられるぞ。大変、モーフル、とっても大きなロボットになって。そうはいかないぞ。どこ行ったんだ？この冷蔵庫、真っ赤だな。怪しいぞ。撃て！見つけた！逃げよう、モーフル！モーフル、また何か隠れられるものに変身して。モーフル、まだ変身できない。そっか、10秒待たなきゃ。もう逃げられないぞ。モーフル、変身して。何になっても無駄だ。鏡に。光線が当たったからヌリーの魔法の力は10秒間使えなくなったよ。うわ、しまった。モーフル、とっても大きなロボットになって。ああ、逃げろスタイ、早く。うわ、おはよう、モーフル。あ、まだ具合悪い？モーフル、元気だよ。かわいそうに、まだ風みたいだね。風の時はいっぱい寝なきゃダメだよ。大丈夫だよ、モーフル、パパと私がお世話するから。おはよう、ミラ。おはよう、エイプリル。遊びに行こう、モーフルも一緒に。すっごく遊びたいんだけど、モーフルが風邪なの。モーフルのお世話しなくちゃ。モーフルも遊ぶ。あくちょ。ダメだ、モーフル、寝ないと良くならないよ。でも、いや、ダメだ。ミラは遊んでおいで、パパがモーフルを見てるよ。ありがとう、パパ。ゆっくり休んでね、モーフル。またね、モーフル。それじゃあ、モーフル、モーフルにはお話を読んであげるよ。モーフル、モーフルもミラと遊びたい。昔、ミラー、どこ、ミラー、モーフル、もう元気。あくちょ。
幸運の足の茎がまた役に立った。うん。俺たち、今年もクリスマスプレゼントをもらえなかったな。やあ、君たち。クリスマスプレゼントにロボットをもらったんだ。だから古いロボットを捨てに来た。クリスマスは最高だな。わあ、ロボットだ。こいつを使ったいい方法を思いついたぞ。ちゃんと動いた。ロボットサンタ、プレゼントを探して全部俺たちに持ってきてくれ。ああプレゼント全部取る。ガオウービュン、捕まえられないぞ。ウービュン。捕まえてやる。ビュン。プレゼントいただき。そんな。ああ。返してよ。ビューン。ビューン。あ、サンタ。プレゼントいただく。仕業か分かったね。帰ってきたぞ、スタイン。見ろ、夜、ついにクリスマスプレゼントをもらえた。ああスタイン、それはみんなのプレゼントだよ、悪者兄弟。あ、ミラとモーフルだ。まずいぞ、逃げろ、夜。じゃあみんなにプレゼントを返しに行こう。イエーイ。やった、ありがとうモーフル。やあミラ、モーフル。こんにちはフリーズさん、おまけのプレゼントを届けに来たよ。最高のプレゼントだ。ありがとう、ミラ、マーフル。ねえ、鏡さん。鏡の世界ってどんな風になってるの？
鏡の世界を見せてあげよう、ミイラ。鏡の世界好き。オーフル。オーフル？ダメだよモーフル。私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。よう、モーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。おお、何するんだ。ねえ、モーフル、このまま置いていく気か。誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたなモーフル、早く下ろしてくれ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっ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 は。それってオーフルにそっくりだよ。ねえ鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、オーフルがいないよ。まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるのモーフル。何か作ってるとか。ちょっとどういうつもりなの。これ笑えないよモーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれモーフル。でもモーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く降ろしてよ。でもあれがモーフルなら、あれ誰？オーフル。どっちが勝つ？本物のモーフルはどっち？これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル、緑？ちょっと待ってモーフル、先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。これはタイムトンネルだ。なんてこった。なんで開いてるんだ。この時代のものじゃないな。誰かが探しているはずだ。
持ち主を探して返してあげよう。いい考えだね、ミラ。この機械はものすごくハイテクみたいだ。うん、これはきっと未来から来たんだよ。そうだね。よし、行ってみよう。まずは未来だ。待ってくれ、うん、ここは未来じゃないぞ。うわあ、大変、人が恐竜に追いかけられてる。モーフル、プテラノドンに変身して。助けてくれてありがとう、タイムトラベラーだね。いや、参ったよ。研究のためにこの時代に来たんだけど、僕のタイムリモコンが消えちゃったんだ。それってこれのことかい？ああ、僕のだ。どうもありがとう。ああ、これで帰れる。それじゃ、しっかり捕まっておいてくれ。次は中世に出発するぞ。うん、この剣を返しに行こう。モーフル、面白くない、面白くない。次に行く。中世の剣がありそうなところには見えないけど。そうだとも、ここは中世じゃない。このマシン壊れてるのか。あれだ、我が家に伝わる家宝の剣、テレボーだ。家宝の剣だと？私たちは泥棒じゃない、これを返しに来たんだよ。泥棒はみんなそういう。おまわりさん、捕まえてくれ。逃げよう。まあ、剣を持ち主に返せてよかった。でも、どうして何もかもうまくいかないんだろう。うんうん、そんなことないよ、博士。あと一つで終わりだもの。そうだね。それじゃあ、最後に卵を返しに行こだね。ふう、やっとか。回り道してしまったが、着いたな。でも、これって誰の卵なのかな。何事だ、みんな何から逃げてるんだろう。おそれってドラゴンの卵じゃない。お願い、それをドラゴンに返して、早く。あ、あのドラゴンはこの卵のお母さんなんだね。卵を探してるんだ、どう返そう。モーフル、モーフルも同じドラゴンになって。ちょっとね、あの、これは誰？なんで？モーフル、面白くない。モーフル？どうしてここに？そうか、タイムマシンでいたずらをしたのはお前だな。ド
ラゴンのお母さんは赤ちゃんに会えなくなるところだったんだからね。まあいろいろと大変だったけど、無事に全部元通りになってよかったね。ああ、それにオーフルもこれでちょっとは懲りただろう。私はミラ。魔法のペットのオーフルは何にでも変身できるんだ。ハロウィーンとおかしな魔法のペット、まだ終わってないのか。もうすぐさ。うわあ！ハロウィーンの飾り付けコンテストは今年も私たちが優勝できそうだな、バーキー。ハロウィーンの仮装って大好き。モーフルは何になるの？ウサギは可愛いね。うん、もっと怖いものにしたらどうかな。飾り付けを手伝ってからね。モーフル、お菓子欲しい。食べ過ぎちゃダメだよモーフル、食べ過ぎると変身できなくなっちゃうからね。モーフル怖い。暗いところって怖く見えるよね。でも怖がらなくていいんだよ。見て、明かりをつければ大丈夫でしょ。トリックはトリーだ。ごめんねオーフル、まだお菓子を持っていないから何もあげられないの。くれない、いたずら。ミラ、モーフル助けて。お菓子、いたずら。モーフル、ティラノサウルスになって脅かして。ああ、助けてくれてありがとう、モーフル。今日の俺たちはハロウィン泥棒だ。ああ、他の人たちの飾り付けを盗むのって最高に楽しいな。これを全部使えばハロウィンの飾り付けコンテストで優勝するのは俺たちで決まりだ。はあ、この子は誰？キャンディーレイだよ。ミラが好きみたいだ。この子も魔法のペットなの？ああ、飼い主さんが見つかるまでは一緒に暮らすよ。あ、言い忘れてた。キャンディーレイにはトリートって言わないでね。どうしてなの？ハロウィーンの日にその言葉を聞くと見たものを全部お菓子に変えちゃうんだ。うわー、モーフル、お菓子好き。楽しそうだね。ああ、でもミラだってお菓子にされちゃうぞ。あんまんまん。おいしいな。言わない。ランタンを吊るしてくるよ。あとで他の飾り付けを手伝ってくれ。こんにちはキャンディーレイ。
私はミラ、この子は魔法のペットのモーフルだよ。モーフル、はらぺこ。甘いリンゴはどう？トリックオアトリート。リンゴ飴。モーフル、何したの？大変だ。ハロウィーンの飾り付けが消えちゃったよ。全部消えた。どこにもない。ハロウィーンの飾り付けコンテストには勝てなそうだ。大丈夫だよパパ、いい考えがあるの。飾りを持ってくる。パパ手伝う。必要なのはかぼちゃだね。どこにあるかな。畑だ。農家のフェリペに頼めばくれるかも。大急ぎで行かなくちゃ。モーフル、レーシングカーになって。何かよ。かぼちゃをもらえない？いいよ、かぼちゃ畑に行こう。いっぱいあるから。かぼちゃ。トウモロコシ畑を通っていくんだ。案内するよ。待って。待ってよ。モーフル。したってこと？最高だね。その言葉って何？モーフル言わない。モーフル、モーフルも巨大ロボットになって。かっこいい。Thank you.
身できない。お菓子を食べ過ぎちゃったから変身できなくなったの。オーフル、どうしてキャンディーレイをさらったの？オーフル、お菓子好き。でも友達いない。トリックはトリートできない。一緒に行こうよ。このカボチャと盗んできたハロウィン飾りでうちを飾ろうぜ。これで飾り付けコンテストの優勝は間違いなしだ。悪者兄弟がカボチャを全部取っちゃった。モーフル、ヘリコプターに変身して。悪者兄弟を捕まえに行こう。ゲジカロン。手が小さすぎるんだ。モーフル、ヘリコプターのままで大きな手を出して。ちゃんと受け止めないとカボチャが全部なくなっちゃう。いいこと思いついた。トリックアトリート。グミのクマさんみたいになってるよ、スタイ。お前もだぞ、見てみろ、ヨル。誰か、このグミの手じゃ操縦できない。うわあ、大変。うわあ、うわあ、うわあ、あらあら。二人を受け止めなくちゃ。モーフル、雲になって巣をかけて。雲の巣で二人を受け止めて、モーフル。止まれ。めちゃくちゃにカボチャを投げ捨てた罪で逮捕する。牢屋に入ってるうちにハロウィンの飾り付けコンテストは終わっちゃうね、スタイン。まっすぐ牢屋に連行してやる。あれ、カボチャは一個もないよ。モーフル、パパ手伝えない？エイプリルにハロウィン飾りの作り方を聞いてみよう。工作がとっても上手なの。イエーイ、エイプリル。モーフル、レーシングカーになって。早くエイプリルのお家に行こう。おっと、あれ、
うしよう。ん？おいおい。うわあ！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 なんだ！うわあ！お前のせいだからな。コンテストは負けだ。ハッピーハロウィン、エイプリル。いらっしゃい、ミラ、マーフル。この子は魔法のペットのキャンディーレイ。あかわいい。よろしく、キャンディーレイ。ねえ、ハロウィン飾りの作り方ってわかる？うん、教えてあげるよ。おいで。工作の道具は地下にあるの。わあ。地下室、怖い。トリートに行こう。あ、忘れてた。何これ。キャンディーレイが魔法の力でエイプリルをグミにしちゃったの。やだ、どうしよう。パパのところに行って直し方を聞こう。優勝は私たちに決まっているさ。飾りを作ってきたよ。よかった、この子も見つかったんだね。あの言葉を言っちゃいけないってことは分かってたんだけど、うっかり言っちゃってエイプリルがグミになっちゃった。おや、まあ本当だ、グミだね。モーフルも言った、ごめん。正直に話せたね。失敗したらすぐ大人に言うんだ、悪いことになる前にね。ごめんね、エイプリル、全部私のせい。大丈夫だよ、真夜中になれば元に戻る。キャンディーレイの魔法が解けるからね。やった、今までで最高のハロウィンの仮装だよ。夜まで飛び跳ねやった。さあ、コンテストが終わる前に作ってくれた飾りをつけよう。うん。ちょっと離してよ。悪いワンワン。そりゃなんだバーキー。ああ、ゴミか。
腹空いたよ。お菓子を盗もう。見つけたぞ。そこを動くな。さあ、捕まえたぞ。いよいよ発表だ。ハロウィンの飾り付けコンテスト、今年優勝に輝いた家、それは、まあ、それはそれは、それはこの素晴らしい家だ。あなたこそ今年の優勝者です。見事なハロウィンの飾り付けだ。本当かい？こんな家は初めて見ましたよ。いや素晴らしい。何もかもみんなのおかげだよ。おいしい家だ。ミラ、パパ、モーフル必要。わしの改造車星人を倒してもらおう。どうしよう。わははは、諦めろアクションマン。ガー。ああずるいよ。これはいただくぞ、真っ赤なおちびくん。もしわしを捕まえたいなら、まずはわしの改造車星人を倒してもらおう。わ、大変。大丈夫、捕まえよ。モーフル、アニミ、あの車を元に戻してくれる？ダメみたい。もっといい方法を考えなくちゃ。そうだ、モーフル、スーパーヒーローになって。上を飛んでいけばいいよ、モーフル。そんなにこの人形が欲しいなら、さあ受け取れ。大変アクションマン。ダメ、待ってモーフル、デビル博士を捕まえなくちゃ。参上。二人を離せ、さもないと大変なことになるぞ。アクションマンめ、いつもわしの邪魔をしおって。今日こそは勝ってやる。行くぞ。おい、どこへ行くんだ。おい、こんなのずるいぞ。アニミ、
で全部元通りだね。よかった。やあミラ、モーフル、わしの家がなくなったんだ。二人は何か知らないかい？忘れてた。全部じゃなかったね。